右手、間違えて、両者倒そうと、頑張れ、頑張れ。
浦健選手にお越しいただきました。デビュー戦ということでいかがでしたか。本当はもっと打撃できるんですけど硬かったですね。きつかったですか。どうですか。楽そうでしたけど、なんかもう硬くて何もできなかった。でも俺の方が力あったんで全然余裕でした。余裕ですね。もうこれからもどんどん頑張って活躍してください。はい、応援しております。ありがとうございます。はい、これからの目標ありますか。これからはもう日本でトップファイターになれるように練習していって、今回全然ダメだったんで、もっと朝練とかサボった部分あったんで、そこをしっかりもっと自分に突き詰めていきたいです。ちょっとサボらないでこれからはしっかりやったら素晴らしい選手になることを期待してます。はい、なりますと断言してくださいました。はい、どうぞ頑張ってください。期待しております。はい、ありがとうございました。